北九州市小倉北区の市街地では、おとといから猿の目撃情報が相次いでいます。昨日午前5時半ごろ、北九州市小倉北区篠崎で撮影された映像です。一匹の猿が駐車場に座り込んでいます。おもむろに立ち上がると、少しばかり歩いて、すぐに立ち止まり、再び座って足をポリポリ、キョロキョロと辺りを見回します。警察によりますと、北九州市小倉北区では、おとといから今朝にかけて、10件を超える猿の目撃情報が寄せられました。今朝も大手町の紫川に架かる橋の上や、中島1丁目のバッティングセンターの近くなど、小倉北区の中心部、直径 2.5 キロの範囲で目撃されています。猿は大人のオスとみられています。猿を見かけた場合、食べ物を捨てない。北九州市は広報車を出して市民に注意を呼びかけていました。これまでのところ、けが人は出ていません。昼過ぎ以降、警察や市に目撃情報は入っていないということです。